シルパチャンネル。はい、え、みなさん、こんにちは。シルパチャンネルです。こんにちは。こんにちはえっと、今回も、あの、前回に引き続き、共通テストをテーマに、あの、お話をしていきたいと思います。えっ、ー、と、前回のちょっと振り返りをしたいと思うんですが、えっ、ー、と、石井さんの卒業。 であの共通テストを日本語で日本人に解いてもらったらこう100%正解できるのかというところでまずはあのリスニングにあの重点を置いてあの視聴者の皆さんとも一緒に体験をしてみましたで特にちょっと難しめの問題を2つ選ばれたんですよねで、はい、えとちょっと実際の研究に参加された方の結果も見ていきたいと思いますので 石井さんよろしくお願いします。はい。はい、今、画面見えてますでしょうか。トイ9と36と37を先ほど体験していただきまして、上から日本人高校生、日本人大学生、日本人の教授、 英語母語話者の教授で。一番下が当日の受験生の正解率になります。これは大学入試センターが発表しています。で、特にあの正解率が低いのが問イ Q で、えっ、ー、と、日本人高校生15%、大学生38.1%。で、教授はそれぞれ1人なので1回置いといて、当日の受験生を5人に1人ぐらいしか正解できていないという、かなり低い問題となっていました。 で36、37に関しても、うん、と問い Q ほどではないですが、かなり低いということになります。えっと、この一番下の A、受験生というのは、実際の共通テスト、会場で受けられた生徒さんということですねはね、い。そうです。えっと、問い Q について、英語のネイティブの先生がちょっと間違ってしまったということで、ゼロになってますね。はい やっぱり3と答えて間違えてましたね。やっ,あやっぱり全体的にこう見ても低い印象があるんですよ特に問い球がすごく低いですね。これ今、英語のネイティブの先生が間違ったときで、とても安心したんですけど <laughs> <laughs> あの、私もだから日本語でえっとやっ聞いたときもね、間違っちゃったので、かなり難しい問題ってことになりますかね、これはね。 そうですね、やっぱりちょっとこう日本語に直したときに日本語の感覚で、ま、あの難しいのかなってちょっと思ったんですけどもやっぱり英語の先生が英語で解かれたときにも間違ってしまったっていうことなのでやっぱり元の英語の文でもこうなんて言うんでしょう難しさがあるっていうことですよねではえっと今日は えっと、リスニングを前回、あの、特にやりましたので。引き続き、今度は、えっ、ー、と、リーディングに関して、あの、見ていきたいと思いまして。えっ、ー、と、今回は石井さんにリーディングの問題で、特に、こう、難しかったもの。取り上げて、あの、紹介していただこうと思っています。はい。じゃ、は、リーディングの問題です。ちょっと、分量の問題で、まずは問題だけ表示させていただきます。 第四問を体験していただこうと思っていて、えっ、ー、と、本文はこの見開きになります。で、もう一回戻ってきますけど、問題の方が。これになります。これは問題開いたままで、ちょっと待ってたほうがいいですかね。そうですね。皆さんにもちょっと読んでいただいて。はい。 ちょっと目読の時間を取りましょうか <laughs>、はい どうでしょうじゃあ、問題の方にも移っていただきましょう。はい。はい。えっ、ー、と、この、見開き1ページに関して、問題がこの問い1、問い2、問い3の3つですね。28、29と、あと2問あるんですけど、ちょっとトゥーマッチになっちゃうかなと思って、1、1> <laughs> 2>, 2、3にどめておきました。あ、はい。わかりました。 えっと、特に正解率が低かったのが26と27ということでしょうか。はい、そうですね、えっと。実際、YouTube チャンネルをご覧になる先生方はあの、一時停止したり、またちょっと戻ったりしていただいて、あの本文とトイト、交互に見ながら解いていただくんですが。 えっと先生方、この問題をご覧になって、どうでしょうか。ちょっと分散学習とかテーマが少し難しいものを扱っているような印象があるんですが、この24と25に関しては、まあ、あの、オックスフォードさんが信じている、主張しているものが何かっていうのを見つければいいわけですよね。で25に関しても、あの、こう、 えっと、テストを受けたタイミングっていうのを、こう、文章の中から見つけてくればいいので、でも24、25はそこまでこう苦労しないかなと思うんですが、特に26、27のところが難しかったということですね。先生方、いかがでしょうか 多分あれですよね。これ、我々メンバーも、あの、元々の英語のものはね、はい、自分で過去に解いてるかもしれないけど、日本語版を見るのは、このチャンネル、まさに今日初めてっていう感じなので、ちょっと見切れてないとこは、あるような気はするす。<laughs> 私は実はさっきの、あの、日本文を、うん、うん、全部読み切ってなかったんです。ごめんなさい,はい,、はい。まあね、ちょっと短い時間だったからね。<laughs> はい。でもなんか、と、問いさんとかは、あの、前回のリスニングの時にも、 ちょっと話題になったんですけどあの、なんかテスト問題っぽいっていうか、空欄補充みたいな感じで、この四角にズバリ当てはまる単語を入れなさいって言われちゃうと、なんかあの個人的になんですけど、自分がその問題文を読んで、普通にあの理解をして情報整理している整理の仕方と、この戸井さんの問題文26と27に提示されているような形の文で、自分が整理してなかった時に、なんかその、ちょこちょこ。 作業、パズルみたいなことをしなくてはいけなくなっちゃうので、ちょっとそれがしんどいっていうか、あの中身は分かってるはずなんだけど、この形でアウトプットしろって言われちゃうと、あそういう整理はしてなかったな、みたいなので、ちょっと苦労したみたいな印象はあ,のありました、はい。すみません、コメントだ,だけですが。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、佐藤先生、多分、英語の方も。 事前に解かれてるかなと思うんですけど、はいはい、どんな印象でしょうかね。ああそうですね、まあ、戸井さんとかは単語が並んでいたと思うので、こう、なんていうか、あの去年、去年の問題だと思いますけど、最初に解いたときに、なんか、分散学習の話が出てきたと思って笑っちゃったんですけど、なんかその、そ <laughs> の、まあ、英語教育界隈からしたらよく聞く話なので、ああそ,ああその話を、なんか、 教育的しさとかもあるんだろうなとか思いつつ、<laughs> ちょっと笑っちゃったんですけど、今、薄倉先生おっしゃったみたいに、このアウトプットの中で空欄があるっていうのの煩雑さというか難しさがありますよね。あのリーディングの問題で共通テストになって、あのメモを取るとかあの、スライドを作るっていう前提の中で、そのスライドの中の空欄を埋めるとか、メモの中の空欄を埋めるみたいな問題が共通テストになって出てきてますけど、 まあ目的としては、メモを何かを聞いてメモに要約するとか、概要をまとめるとか、そういう能力を見てるっていうことで意図はわかるんですけど、例えばメモだったらどういうふうなメモの形にするかとか、スライドだったらどういうスライドの構成にするかとか、そういうとこも含めてまとめ方っていうのがまとめられるかっていうことだと思うんですけど、この共通テストの形式だと、 大枠は決まってて、その中身の細かいところを埋めるっていう形になっちゃってるので、単純にこう自分で1からメモを取るみたいなところとはずれてきちゃって、さっきのスクラ先生の言葉をそのまま使うと、まあ、パズルになってるっていうのは、まあ、その答えを1つに決めなきゃいけないっていう制限があるので仕方ないですけど、こうちょっとなんかパズルっぽ,ルルっぽさみたいなのはありますね。24とか25は あとまあ,あのやっぱり共通テストになって大きく変わったのがあの2つのものを読まなきゃいけないというあの複数の情報を照らし合わせて、えー、っていうところがセンター試験も若干あセンター試験の時から若干あったんですけど共通テストからそういう問題が増えていてそういうところの,、まあ、あのいわゆる情報処理能力というかそういう側面が強くなってるなっていう。 のすごく感じる問題ですね、この全体として。1つのパッセージを読んで、それにもうすぐ問題がついてるっていうのではなくて、やっぱりこ,うこっちの文章も理解して、こっちの情報も理解して、その上でこうお互い合わせたときに、まとめたとき、ここの空欄には入るものは何かっていうのをこう探して合わせてこう、照合していかなきゃいけないっていう大変さがありますね。 石井さん、あの結果をいろいろ分析されている中で、やっぱりこの26、27、こんなところが難しかったんじゃないかなっていうふうに感じたところありますか、はいえー、と元の英語のところが、えーと、選択肢が全部単語になっていて、でそれを日本語訳したときに、なんかこう、直訳っぽいというか、その言ととしてあまり自然ではない訳になってしまって。 そこがその問題を解く人にとって読みづらいところだったのかなっていうのはあります。それは今は、えっ、ー、と、英語から日本語に、その、この研究用に直したときにっていう生じた問題ですかね。研究用に直したとき、そうですね。あの、東進さんのものを使ったので、このまま使いまして、で、なんか自分で、 ここだけ恣意的に変えても、あまり研究としてよくないかなと思って、ちょっと不自然でありながらも、このままっていうふうにしましたね。やっぱりトピックもこうちょっと学術的で、高校生が普段読んでるものっていう印象とはちょっと違うかなとは思うんですが、今のでいくと、この具体例でいくと、ちょっと今思い出したんだけど、選択肢二の延長されたっていうのが、ちょっと違ってたらごめん。確か あれも二、ね、27番の正解だったんだっけ延長されたは、そうですね。だよね。ここ正解の正解。うん、ですだよね。これがなんか、えっと、元のえ、えっと、だってエクステンディルだったのかなセンター,あー、共通テストの,、はい、あの、元の英語だとね、エクステンディルで、それをまあ直訳して延長されたで間違いじゃないんだけど、延長された感覚で学ぶってどういう、どういうことかなっていうのが、 日本語ですっと理解できないみたいな。例えばですけど、そ,うそれが今、あの石井さんが言ってくださった、日本語に東進さんの訳を使った時の、日本語にされちゃったからちょっと分かんなくなっちゃったかも、みたいな、あったかなっていうのを思い出しました。はい。あ、すいません。えっ、ー、と、そうですね。石井さん、あの正解も今一応、24、25、26、27お願いできますか。はい。24が一番。 25も1番で、えー、と26が5、27が2になります。はい、ありがとうございます。集中した学習とやっぱり延長された感覚っていう言葉になるってことですね。はい。えっと、リーディングの問題はこれのほかにも用意していただいてるでしょうかいやこれで終わりになります。 分かりました。えっと、先生方はこのリーディングの問題に関して、もうちょっとこんなところも掘り下げていきたいっていうところがあれば、お願いします。今のその26、27に関して言うと、なんかこうに今,今思ったことですけど、これ英語で解いたときに、頭の中で日本語に訳すと間違える問題なんだろうなと思って、まあ、専門用語だからなんですけど、やっぱりこう まあ我々はこう学,学術的なものをよく読むからわかると思うんですけど、なんか日本語にするとわけわかんなくなるというかあの、まあよく、よくある例を出すと、手続き的知識とかああいうものが日本語にしたところで意味よくわかんないみたいなことがありますけど、そういうのをその英語のなんか単語の意味をあんまり気にしなきゃいけないんですけど、あんまり気にせずに読んだ方がわかるっていうことが感覚として。 まあ、あるんですけど、まあ、高校生だと多分そういうことがまあ感覚としてないと思うので、やっぱり全部きちんと日本語にしていった方がいいと、頭の中で。でもこういう問題は、日本語にした方がむしろ、えー、よく分かんなくなってしまうっていうことがあるので、まあ、その英語の、まあ、専門用語に限らずですけど、英語を英語のまま捉える方が解きやすいっていうことがまあ,あるのかなっていうのは、今、あのこれ、まあ、見て、ちょっと今思ったことです。 ああごめんなさいあと同じことをちょっと感じていたので、英語版解いて、日本語版解いたときに、日本語の方が難しいって感じたのであの、同じ感覚を今、一緒だなと思いました。すみません、高山先生、どうぞお願いしますか、はい、これ、私、感想としてなんですけれども、量がすごい多いなと思いましたね。これ、つまり、我々、日本人です。日本語母語としてますけれども、先ほどの文章、普段あんな。 多量な文章を普段最近読んでないなみたいなね <laughs> ところがあって、だからかなりこのリーディングスタミナというか、日本語でさえも結構この文章をあのしっかり読むってことになると結構時間かかりますよね。で、ざっと読もうとしても結構複雑なことが書かれているので、そういったところでもまず量に対応するっていうことが難しいと,というふうに思いますよね。確か今年のの2月の 1>, あごめんなさい1月の共通テストもあの昨年に比べると語数が増えてるんですけどもどん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 長くなってて、えー、そもそもやはり分量をしっかり読むっていうところで難しくなっててかつ、えーと、説問のところもそのなんか論理パズルを解くような形の問題になってるのでなおさら二重に難しいだからなんかすごく難しくなってきたなっていう、ね、あの印象を持ちました。 あの余計な情報かと思うんですけども、あ,のある高校の先生に、まあ、その先生は英語版もちろん、こ今年ですね、やってもらったら、あのまあ、気楽にやったのもあるんでしょうけど、全部終わん時間内に終わらなかったよっていうような感想もあったので、確かにそうかなと思いますそうですね、やっぱり読む速さも問われてくるっていうことですよね。 やっぱりこう日本語でもこの分量を限られた時間で要点を取らなくてはいけないそれでさらに問いに答えなくてはいけないってなるとやっぱり日本語でも英語でもこうたくさん読んでどんどんこう情報を頭にとどめながらさらに次も読んでっていう訓練が必要になってくるのかなっていうのは感じますね。 まだまだちょっとリーディングの問題に関してもあのいろいろ話が膨らみそうなので、えー、と次の第3回のチャンネルの方で、えー、とさらにこのリスニング前回扱いましたリスニングの問題で今回、えー、紹介しましたリーディングの問題でさらに、えー、と今後その高校の授業でどんなことをしていったらいいのかなっていうところまでちょっと考えていきたいと思いますので 次の,3回,の3回目のチャンネルの方もぜひお楽しみにしていてください。では、第2回のリーディングのチャンネルに関しては、ここまでとさせていただきます。ありがとうございました。<だ>ありがとうございました。<だ>ありがとうございました。